旭高原元気村にやってまいりまして、ノルディックウォーキングコースがあるんですね、はい、そうですね、はい、今日は案内していただきたいと思います、まあ、初心者コースと、ね、中上級者コースがあるんですけども、まあ、今日は3キロの初心者コースで、はい、ね、いろんな見どころもありますので、うん、ぜひですね楽しんでいただきたいなと思います。楽しみです。気持ちがいいな、本当この林の中いいですね。そうですね、うん、ちょっとここから見るコースなんかね、まっすぐでちょっとカーブしててね、ちょっと風情があるし、いいですね。またノルディックウォーキングしてます感がすごい、そんなね感じですね、鳥が鳴いてる。そうですね、遠くでさえずってますね。本当だ、すごい五感がこうさえてくるっていうか、気持ちいいし、見てるものも鮮やかに見えるし、音もなんか敏感になりますね、歩いてるうちに。そうです ね、いろんな動物がいるんですか、ここは。鹿なんか多いですね。あ、鹿、まあ、あとはイノシシ。イノシシもいるんですね。小動物、リスなんか多いですね。見たことありますかね、あのリスが松ぼっくりをかじるとちょうどエビフライみたいになるんですけど、何それ、かじった跡が。跡がですね、かわいい。あれさ、おー、ほんとだ。よし、じゃあこれも取れました。あ、いい感じですね。すごい。どんな野菜が好きなんですか。実はあんまり野菜が。あ、出た。実は。出た。美味しくなれ。よいしょ。あ、粘りが。おお。ちょっと豚汁、お野菜もたっぷり入ってます。たっぷり入れましたよ。うわー、いい具沢山ですよ。すごいですね。あ、さっきの豚ですね。入ってます。はい、よし、はい、いただきます。こうやって、ね、森の中で食べるなんて最高じゃないですか。入りました。はい、もっと、もっといきましょう。いただきます。あ、なんかまた、あー、ビヨーンって本当お餅みたい。お餅みたいに伸びてますね。おー、すごいわ。いただきます。なにこれ、おいしい。初めて食べた。すごい。本当に雪だ。わー、冬だ。すごい、楽しい。もういいよ、これで。いいよ。あ、みんな一緒に行ってくれるんですか。一緒に行ってくれる。これもどうなのっていう絵ですけど。ではいざ、はい、スタート。
怖い。